おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、立川にございますトスカーナさんにお邪魔しております。こちらのお店はね、まあ以前も僕ピザのチャレンジメニューとかに挑戦しに来たり、マックスさんとかゾウさん、パクパクくんとかエビマヨちゃんとかね、いろんな大食いの方がもうチャレンジに挑戦しに来ている、もうめちゃめちゃ美味しいお店でして、僕自身も以前ねピザをいただいた時にもううますぎてそっからねちょっと忘れられなくて、今回はねオーナーさんの方にお願いしまして、その新チャレンジメニューということで、もうめちゃめちゃでかいんですけど、今回のチャレンジメニューについては約ね 5.8 キロで、制限時間がねまあ40分ということで、かなりね正直僕の今の実力的にもギリギリのラインだと思うので、まあ、今回もねちょっと全力で挑ませていただきます。でパスタなんですけど、正直巻いてる時間余裕がないので、今回はねすすったりとかしながら、頑張って食べ進めたいと思います。いきます。はい、5、4、3、2、1スタート。すいません、いただきます。いただきます。やばい、これカツカツパスタからいきたいんだけど、具材がすごいからちょっとカツからいかせていただくね。チーズがすごい、まあやっぱうまいっすね。またこれカツも分厚いんだけどめちゃめちゃ柔らかい。ハンバーグ厚みがすごい。ミートやばい。それは香りは結構効いてるんですね。そうですね、うん、正直想像してたミートよりも全然ね甘みが抑えられてるんだけど、コクがすごくて、香草ってなんていうのかな、なんかね香りがねすごくいい。これうまい。パスタ量すごいですねやっぱり。
減らない。ちなみにもうこのサイズで、はい、このパスタだと乾麺とかの時点でどれぐらいの量あるんですか？乾麺で、1.2 です。 1.2 で、茹でると多分倍になるので、はいはいはい、2.4 ぐらいめちゃめちゃやっぱありますね。で乾麺2ってあの業務用の一袋よりもありますもんね。ありがとうございます。すごい量だ。お願いします。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
めちゃめちゃお腹いっぱいです。ありがとうございます。ちなみにこれテイクアウトできます？あ、できます。ありがとうございます。じゃあちょっと後でこれテイクアウトお願いします。承知しました。めちゃめちゃ甘かったっすね。今回はね、まあチャレンジも失敗してね、結構、まあ、本気目では食べてはいるので、パスタもね、すったりはしてたんですけど、もうね、全部うまい。めちゃめちゃうまい。ただ、まあ、パスタの方もね、こう、通常のいわゆるミートソース、上にかかってるようなタイプのミートパスタではなくて、しっかりとね、あのパスタと一緒に炒めてやる感じなので、普通のミートパスタよりは、おそらくね、ちょっと水分が、少なめになってると思います。どうしてもね、あのお水を飲まなきゃいけないって感じになってて、実際のやっぱ 重量よりも、全然ね、こう、お腹の中には入ってくる感じになってくるんですよね。でしかも飲んだ水がね、だいぶ吸って、今、パスタがね、今ね、お腹の中パンパン、今。前回の、まあ、チャレンジのね、動画でもお話ししたように、僕もね、だいぶ弱くなっておりますので、これからね、またちょっと修行というか特訓をして、完食できるように、またね、30スタイル、頑張ります。他の方の動画でもわかると思うんですけれども、このトスカーナさんね、チャレンジメニューとか、デカ盛り以外にも、本当に美味しい洋食、この単品食べたらね、もうめっちゃめちゃ美味しいのよ。いろんなね、もう本当に人気のメニューがございまして、お客さんもね、すごく多い人気店ですので、確か取った際にはね、ぜひね、こちらトスカーナさん食べに来てみてはいかがでしょうかということで。
やっぱピザの時も思ったんですけど、急いで食べたくないぐらい全部うまいですね、やっぱり。いやー、なかなかパンパンです。